理想的結婚賞理想的結婚賞を配用する、ゾフィー・マグダレー・ヌイフォン、ブランデンブルク・クルムバッハ。紺色の蝶結び状の少女と勲章がはっきり見える。理想的結婚賞は、デンマーク王妃、ゾフィー・マグダレー・ヌイフォン、ブランデンブルク・クルムバッハが1732年8月7日に制定した勲章である。デンマーク・ノルウェーのオークリスチャン6世との幸福な、 結婚10周年を記念して作ったもので、男女共に対象となり、最初のデンマーク・ノルウェー連合の勲章として、運用された。名は、至高の結婚の記念に、イン・フェリシシム・ユニオン・イズ・メモリアムである。王妃の死により1770年5月7日に、除勲廃止、186名を数える。この勲章のフランス語名はいわば、理想的結婚章もしくは、 友愛賞を意味し、18世紀デンマーク王室、また、王妃の母国ドイツの王室でフランス語はよく使われたことから、他にも、プールルメリット勲章や誠実章などフランス語で名付けた例がある。理想的結婚賞メダルの部分は、白いエナメルで彩った十字で、それぞれの端に王冠を装飾。十字の間は交互に白いハーバードを握る黄金の、ノルウェーの獅子 体が赤い絵舐める彩色で、金色の頭のブランデンブルクの和紙を置いている。中心の青いメダルは楕円型で、ゾフィー・マグダレーネ王妃とクリスチャン六世のモノグラムを重ねて王冠を描き、周囲をダイヤモンドが取り巻く。樹は、絹の紺の織物に、銀の装線。男性は、上着の左のボタン穴に、女性は左胸にそれぞれ配用。カテゴリー。 理想的結婚賞の受賞者一覧も参照。イーバローゼン・クランツ妻は、シャルロッテ・アマリー・スキール理想的結婚賞を、廃用するアウグステ・メクレンブルク・ギストロー公爵夫人。アウグステは、フレゼリク三世の孫シャルロッテ・アマリー・スキール・ゾフィー、フリーデルケ・カロリーネル・イーゼの公助。ありがとうございます。